召し上がりたくない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。お、なんかハートマークがあったような気がする。今いいね、今のゆっくりゆっくりなスキップ。ほらほらほら、レイさん入るよ入るよ。よし、うん、どうした？実は台湾のことが好きです。台湾さん。告白しないのですが。台湾さん、台湾さんって彼女を、たことない？間違いかな。手伝おう。どんな感じで告白したらいいですか？じゃあ、歌で。歌で告白。ミュージカルか。じゃあ、喫茶店で。しかも、めっちゃ人目がある場所。そうやね、着替えた方がいいかな。じゃあ、解禁ストールレギンス。まあ、これやね。帽子は外して。これで。いってらっしゃい。いや、緊張の一瞬。え、やってこない？その日、結局、あの人が来ることはなかった。マジか。がっかり。大丈夫よ、リンさん、そんなこともあるさ。残念な結果に終わりました。だいぶ。忘れられちゃいました。いや、大丈夫よ、きっと。きっとただの寝過ごしとかそういう感じよ。それじゃあ、まあ。ほら、アイスクリーム程度で元気にはならんか。どうぞどうぞ。すごい、面白いとこから食べるよね。コーンから？結構美味しかったようです。元気出してね、リンさん。ほい、それじゃあ、めっちゃ普通にこけたけど。大丈夫？痛くない？こんにちは。こんにちは。ともやのこともよく知らないのですが、私とともやとは違いそうですか？ともやくんね。内緒バッチリかな？わからんけど。仲良くしてね。平気で遅刻する人が信じられません。はあ、私は、あれだな。中学校の時とかめっちゃ遅刻しよった気がする。気がするっていうかしてたんだけど。小学校の時は普通に行きよったんやけどな。ほい、それじゃあ、フライパンで。いつの間にかまたフライパンが結構溜まってきよるね。お願いします。香ばしい香りがみんなに受けてるぞ。香ばしい香り、いいね、いいね。これのタレなら、他のものは食べられなくなるぞ。マジでそんなに？めっちゃ楽しみなんやけど。なになに？召し上がり。召し上がれ。召し上がりたくない。あゆな島名物、カビタパン。どういうことだよ。お粗末様でした。なんなの？カビ菌を植えたかなんかなの？ほい、ナミちゃん入るよ。ネムちゃんと一緒におったんか？遊びおったん？そっちの世界も暑いんでしょうね。でもそろそろ別に暑くはないんじゃないかな。お、使い捨てカメラ。いいね、いいね。なんか映してくる？ほい。これで。どんな写真を撮ってきてほしいですか？まあ、住人の写真やね。わかりました。ちょっと撮ってきます。いってらっしゃい。お。こんなのが撮れました。おかえりー。すごいな。リカちゃんすごいな。タウくんは？今からやるとこなんかな？
それともできんのかな。タイトルは不愉快な予感です。不愉快な予感、あれだ、ね、きっとリカちゃんがやりよるのを見て、うっしゃ俺もそれぐらいできるしってやろうとしたけど、この後できんのやろ。できんくってマジかって落ち込む予感、きっとそういうことなはず。はい、じゃあフラダンス入門書、道具フラダンス入門書をプレゼントしました。ほい、ゆめかちゃん入るよ。そこの下の水は本物？動きうるけん本物なんかな。マジ、どうしたどうした。ネムと友達になりたいです。お、ネムちゃん、いいねいいね、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。ね、じゃあ礼儀正しく。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。あっこの選択肢でなんかこう遠目に見た時の様子が違うとかそういうこともないんかな。ふう、慎重さ、慎重さが可愛い。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。ね、ほら下の水何気に動きよるよね。魚は動いてないけど。ほい、それじゃあ携帯電話をどうぞ。道具携帯電話をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。お願いします。お、シッシーさんの誕生日、おめでとうございます。ほいほい。おお、いいねいいね、にぎやかやね。こうやってさ、大勢の人に祝ってもらえたら幸せよね。お、黒影さん台の上に乗っとる。おめでとう。おめでとう。さあ、ろうそくの火を。いいね、いいね。ちゃんとスケジュール帳にメモしなきゃ。そうそう。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ミルク？おかゆに？ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション入ってこう。じゃあ中村さん入るよ。なになに、なんか腕鳴らし。こんにちは。こんにちは。ライのこともよく知らないのですが、私とライとは気が合いそうですか。どうやろ、わからんけど、とりあえず相性バッチリって言っといて興味を持ってもらおう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なんだあって言うの忘れてたとかそういうこと。ほい、それじゃあちょっとお腹が空いたので、フライパンで何かを作っていただきたい。中村さんは結構お腹いっぱいみたいやけど。やっぱり、新米は味が違うよ。おお、ご飯を使った料理？味付けには自信があるよ。チャーハンとかかな。なになに、どんなの？お、にこやか。出来上がり。ミルクたっぷり、おかゆ。出来上がれ。ミルク？おかゆに？へえ。いやー、ちょっとミルクは入れないでいただきたいかな。お粗末様でした。どうも。はい、それじゃあ、のつきちゃん入るよ。こんにちは。こんにちは。どうしても伝えたいことがあるので、屋上に来てほしい。その手紙も受け取りました。誰やろうね。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか。うん、行った方がいいよ。気になるし。私
確かに気になりますもんね。いつも勢いよく入ってくるよね。ココちゃんじゃない？もはや後ろ姿でわかるっていう。私、こう見えて猫手なんです。はあ。てか、ほぼ見えてますよね。なんかサングラス上の方についとったし、ヒゲあんだけしか生えてないし。あれは誰だったんでしょうか。ココちゃんだよ、なつきちゃん。わかりませんが、ともかく言ってみてすっきりしました。すっきりしたかな？こう見えて猫背なんです。どう見えてると思ってるんだっていうね。自分を認めてくれる人と仲良くなりたいです。あ、まあそれはあるよね。自分のこと認めてくれん人とはとりあえず一緒にはおれん気がする。ほい、それじゃ唐揚げでも。いただきます。だってあんた無理やわーっていう人と一緒に言って楽しいと思わんもんね。お、結構美味しかった。よかよか。よかよかやって。誰？みくるちゃん。私的にはね、普通のかき氷の方が好きなんやけど。なんか酸っぱいやん、ちょっと。ほっといてください。なんでもなくないよ。よし。誰だ？ハットくん。いいやん、ハットくん今一人やろ。手伝うよ。もうなんかハットくんといえばなっちゃんのイメージがすごくあってさ。じゃあ、歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は、じゃあちょっと、公園で。その前に着替えた方がいいですかね？着替えなんか他にあったかな？ちょっと見てみよう。レース編みベストワンピ。ちょっとこっちのふわっとした方がいいかな。そしてまあこれでいいか。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。見守っとくよ。インカムまでつけて歌で告白。ミュージカルやな。見つめていたのこの木の陰から電子に座るあなた。私が作る。うわ、続く。お弁当は始めましょう。二人のピクニック。これってどういう気持ちで聞きよったらいいんやろうね。終わりです。終わりです。どうでしょう。どうでしょうって聞かれても困るよね。おー、オッケーやった。マジか。でもこの告白で振られたらもう立ち直れん気がする。おー、よかったね、みくるちゃん。勇気を出してよかったよ。うまくいきました。レベルアップ。よし。ということで、道具。鏡を。ほい。道具、鏡をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。ほいほい、何？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。お客さん、運試ししてみない？おお。お、もう一瞬買おうかと思った。じゃあ買います。福袋を買ってあげますか。ほい、毎度あり。よし、そして中身確認。一つ目の中身は、おお、インテリア、スチームパンクスタイルが入っていました。ここ、吉原くんと一緒やっけね。早速インテリアや、幸先がいいぞ。二つ目の中身は、おお、服、ヒッピーの服が入っていました。ヒッピーってさ、なんか何やろ。昔の映像とか、なんか振り返るときに、聞くことあるんやけど、よくわからんねやけど、ヒッピーって何やろ。三つ目の中身は、何、昭和時代とかそういうの。お宝、鍵盤ハーモニカが入っていました。オッケー、ありがとう。ほい、それじゃあ一軒家見てこう。ケンくんとリンちゃん。みんな家におるね、結構。結構この構図よく見るんやけど。お客様を地面に座らせるっていう、それは変わらないのね。もうまた。こっちに関してはさ、ソファー隣空いとるんやけん座らせてあげればいいのに。隣には旦那を座らせると。なんだなんだ？ボクシングかなんかかな。じゃあちょっとお呼び出しを。
ね、手動いたまんまやけど。どうもです。どうもです。ユニコーンとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？おー、デートね。試合見よったんじゃないん、大丈夫？んー、じゃあ、浜辺で。いいですね。準備していこうと思います。行ってらっしゃい。ユニポンちゃんはマンションにおるんかな。よし、様子を見に行こう。あ、釣り。釣りか。なんか釣れるかな。ユニポンちゃんにいいところを見せてあげて。寄れる？てか、なんかめっちゃ足音聞こえるの気になるんやけど。引いてない？引いてないんか。お！来たよ来たよ来たよ。お、カニ！カニ釣れた、カニ！落ちたよユニポンちゃんのびっくりした顔。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。今試合前ですか？はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。どこにおるんかと思った一瞬。はい、じゃあのんかちゃん入るよ。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。あ、そういえばインテリア変えたんやっけね。琴葉の友達になりたいです。お、琴葉ちゃん。いいやんいいやん、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？ね、じゃあ面白い、世間話。アドバイスありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。冷えそうやな。めっちゃ薄着で来てしまったよ。まあ二人とも薄着やけどねえ、めっちゃ冷気漂うよるもんね。さあ、どうだ。あ、でも逆にのんかちゃんも、ちょっと似合うかもしれんね。お、うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。よかったよかった。レベルアップ。あの、横の猫がさ、微妙に動きよるのがちょっと、びっくりするよね。ほい、それじゃあ化粧品セット。ほい、どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？実用品ブランコをもらいました。ありがとう。翔くん入るよ。よかった。今回はみんな喧嘩じゃなさげかな。お久しぶりです。お久しぶりです。ゆうなに友達になってほしいと言われたのですが。おう、ゆうなちゃん。いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。やっぱこう、友達恋人がいない人はね、増えてほしいし、友達や恋人がね。ここって扉でかいよね、この部屋。さあ、どうだどうだ。お！うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。よかったよかった。どんどん友達増やしてって。ほい、それじゃあ道具。道具でギターを。ほい。道具、ギターをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、一応役をもらいました。ありがとう。アイチン。アイチン入るよ。今日も暑いですね。暑いんかな。でももう最高気温30度超えんなってきとる。雨降りよるけんかもしれんけど。そんなこともよく知らないのですが、私のともやとは気が合いそうですか。ともやくん、どうやろ。いいんじゃないかな。どうなんですか。ちょっと気になってきました。うんうん。ぜひぜひ仲良くなってね。スポーツは割と何でも得意です。いいな、私もそういう系女子になりたかった。全然スポーツできんけんさ。いやー、いいな、羨ましい。はい、それじゃあ、それじゃあ、
使い捨てカメラで何か写真を、住人の写真を、わかりました、ちょっと撮ってきます、お願いします。こんなのが撮れました。どれどれ、おお、みんなで観覧車？あ、しかもあれさ、顔見えてないけど、多分メガネかけとってキングやろ。なるほどね。二人は、キングとココちゃんのデートについてったわけか。タイトルは、街角の恐怖です。街角の恐怖？何？この後何が起こるの？それかもう何か起こってるの？確かに完璧ではなかったです。いつもタイトルが意外すぎるんだけど。ほい、それじゃあ、クラくん。素敵すぎるわ、クラくん。にゃん？にゃん？くしゃみが出そうで出ません。お、それは出させてあげよう。くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。そうか。こういう時には、ハギヅラは置いてくるんだね。おう。ハギヅラのまんまアップになったらどうしようかと思ったけど、いや、どうもせんけどさ。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。そのハギヅラずっとかぶっとんやけど、あれ以来、まきちゃんはどうなん？仲いいんかな？実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。さあ行くよ。運試しぜひぜひ。あ、今喧嘩中じゃなかったん？もう終わったんかな。ほい、福袋を買ってあげます。楽しい福袋。一つ目の中身はお宝、アヒルのおもちゃが入っていました。アヒル隊長。二つ目の中身は、おー、いいやん。服、レースのワンピースが入っていました。ニューやね、ニュー。三つ目の中身は、帽子、オカメのお面が入っていました。オカメのお面、ニューだよ。お願いします。おー、アリスちゃん誕生日？マジか、マジか。やっぱり100人もいたら定期的に誕生日来るね。これは他の人と誕生日が被っとったらどうなるんやろ。午前のミエニュースと午後のミエニュースとかでなんかちょっと分けるんかな。おめでとう。なんか朝方に今日は誰々さんの誕生日ですで、夕方にはまた誰々さんの誕生日ですみたいな。産んでくれた両親に感謝ですね。ね。ケーキも開けてください。ケーキだけたかりに来ちゃダメ。モロボシがお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。くんなし、店員くんなし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。アイちゃん、お、アイちゃん入るよ。アイちゃんということは、ほら来たよ、私の出番。応援する、ぜひぜひ頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。場所はね、じゃあ、高級レストランで。その前に着替えた方がいいですかね。着替えね、なんかあったっけ。いや、今のままで帽子を外す。これがいいんじゃない？決定。ところで、プロポーズもするタイミングに自信がありません。それはもう私が。頑張るよ。わかった。それではプロポーズに行ってきます。行っ
ってらっしゃい。よし。私が頑張らなければ。あ、お待たせして申し訳ありません。くんなし。店員くんなし。は？食べてるから。最悪なタイミングだな。ね、なんだっけ？なんでもない。いやー、ハートが。やけ、きれいね。よし。よし。そうだね。みんな結構ここに食べに来るんだな。金持ちだな。高級レストランにみんな結構食べに来てるよ。てか高級レストランで働いてる住民までいるし。もしドンキリの方が綺麗だよ。おー、いいねいいね。グッドグッド。さあこの調子で行くよ。今大切な話があるの。お、いい感じじゃない？何？ね、超いい感じよね。さあ次で決めるよ。このタイミングでサラダのことを考える意味がわからない。おっしゃ、いったー。どう？喜んで。イエーイ。てか二人ともこのナイフとフォークを持ったまんまプロポーズして持ったまま受けるっていう。拍手忘れてたわ。おかげさまでプロポーズに成功しました。やったー。これにこれもあげます。大人スプレーか。よし。まだ子供なので結婚できません。ちゃんとやってあげるよ。大人になれるのですが。うんうん。大人スプレーを使う。ありがとうございます。では、大人スプレーをかけてください。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。へーい。あー、シンくんの身長が伸びた。ありがとうございます。大人になれました。いえいえ。もう子供じゃないんですね。そうよ。それでは、結婚式を挙げてきます。おー、いいね、いいね。いってらっしゃい。おー、素敵。続々と夫婦ができてくるよ。この夫婦にも幸せになっていただきたいね。お、みんなもお祝いに。カップルでお祝いに来とるよ。なんかキングってほぼ必ずと言っていいほどおるような気がするんやけど、こういう関係広いな。いいねいいね、二人とも末永くお幸せに。愛とシーンの新婚旅行 in スイス。スイス。ハイジやね。ルツェルン。ほっ。ダメだな、タイミング。あー、シンくんだけよかったか。コルビジュエハウスです。コルビジュエハウス。はっ。いいね、いいね。タンゲリーの噴水です。タンゲリー。はい、チーズ。いやー、楽しそうで。楽しかった。おかえり。これ、お土産です。ん？なになに？お宝、カウベルをもらいました。ありがとう。夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お、レベルアップ。ということで、何がいいかな？道具で、ルームランナー。道具、ルームランナーをプレゼントしました。任天堂 3DSLL で世界中の人と対戦して楽しんでます。おー、いいねいいね。世界中の人とどんどん対戦してって。お、家に帰って行ってる。様子を見に行こう。おー、これで一列埋まったんやね。早速二人暮らしだよ。チャーリーさんとアキちゃんはテレビ見てる。そして、ケン君とリンちゃん、おお、遊びに来てるし。そのうち、アイちゃんとシン君とこにもきっと、住民の誰かが遊びに行くね。はい、アイカちゃん入るよー。
じゃあ夢の中にお邪魔します。ウサギの主張が激しいね。お、このやつか。ちょ、絶対この魚に注目してしまうよね最初。まさかの夢の中で脇役っていうね。自分の夢なのにそういうことってあるのか。どういうわけか食べ物ちゃんこ鍋を拾いました。はっ、おはよう愛花ちゃん。そうよ。おお、ヘアアクセサリー。なんか今ちょうどウサ耳つけとるみたいに見えるけど。で、ヘアアクセサリー。ウサギの耳カチューシャあるよ。大きなリボン、眼帯、キノコ。大きなリボンいいんじゃない？本当に大きなリボン。この大きさならどこに立って見つけられます。いいね、目印代わりにも。ほい。どうよ。ほんとでかいな。すごく気に入った。おー、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。お気になりましたミニュースをお伝えします。お願いします。本日、アルナ公園で誘拐未遂事件カラスかい。カラスは突然、鳥石に近づくとよく観察した後、やっぱりいらないや、と返していったとのことです。アユナギはやっぱりいらないってどういうこと？カラスは宝飾品やカラス製品などキラキラしたものを収集する習性があるので、なんかそういうの身につけとったってこと？あー、なるほど。怖いよね、ああいうのって。なんかベルトについてるさ、金属とかにも反応するんやろ。やばいね。トイレ、公園とかに行けばあるんじゃないのかな。ありがとう。ほい、じゃあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ばあさんや、ご飯はまだかいの？やだよじいさん、さっき食べたじゃないの。ほいと、お、なんだ、ニュース速報。ニュース速報です。ほいほい。お、輸入品が入荷されました。インテリア屋さんの制服。インテリア屋さんの制服ってどんなんやったっけ？あ、なるほど。あ、かっこいいかっこいいね、いいねいいね。ありがとう。はい、みゆちゃん入るよ。夢の中へお邪魔します。うお、びっくりした。このやつね。これは終わりがあったやつよね、ちゃんと。違ったっけ？あ、なかったような気もする。ねえ、二人とも何か喋ろう。うお、びっくりした。急に止まって、どうしたの？え？食べたばかりでしょ。大丈夫？めっちゃびっくりしとるけど。あれやん。ばあさんや、ご飯はまだかいの？やだよじいさん、さっき食べたじゃないの、みたいな。ボケてきてるよ。おお、これは一体どこに向かいよんやろうね。うわ、やめてよ、そういうの。後ろから視線、それは多分私だ。うん、きっとそれは私だ。だって私、二人の後頭部見てるもん。ね。後ろから見てるってことでしょ、これ。夜中にこういう道を歩きたくはないな。今度は何？どうしたどうした。いいよ、そんなの。雨が多少降ったところで、なんだ、車じゃないか。どういうわけかお宝、お守りを拾いました。あの夢を見てお守りが手に入るって、なんか不吉な予感しかしない。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服、どんなんがいいかな。
どんな感じ？これは？ハーフコートとスカート。大きな襟元が印象的なハーフコート。外が寒くてもお出かけしたくなっちゃう。まあ今全然寒くないけど。こんな感じ。どうよ。すごく気に入ったようです。コートに麦わら帽子というちょっと意味のわからない感じになったけど。これにこれもあります。なになに？自治用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。あやかちゃん。あやかちゃん入るよ。もう友達マークいっぱい出すぎてどれが喧嘩してる人かわかんないや。こんばんは。よしはるに恋人がいたら。と思うのですが。おー、紹介する？つけるのはどう思いますか？おー、マジかマジか。いいと思うよ。それでは、二人も合わせてみます。お、楽しそう。第一印象は良さげだな。ね。片方は楽しそうやけど、片方はそうじゃないみたいなことはないんかな。あ、ここはあれか。二人とも結構冬場な感じの格好しとるね。ほら、コート着とるみゆちゃんに、ダウンジャケットを着ているよしはるくん。冬のデートだわ。あー、なんかちょっと疲れてきた、二人とも。ね、後半ちょっと疲れたね。こちらこそ、ありがとう。ということは、友達からですか？合わなかったみたいです。合わんかったんか。なるほど、途中で何かがあったのね。他の人と遊んでいるのも見ると、ちょっと焼けちゃいます。お、マジで？ダメだよ、ケン君は。ケン君は恋人がいるからね。ほい、それじゃあ、グラタンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。なんかいつも思うんやけどさ、あのコンビニとかで売りよるグラタンとかドリアとか、あれ容器ペラペラじゃない？なんかペラペラの紙でできとるやんか。なんで？ほい、中村さん入るよ。物思いにふけてるの？こんばんは。こんばんは。悩んでいるときに使う言葉を教えてください。悩んでいるときに使う言葉、今ちょうど悩み中やったんかな。まあ、てんてんてんって感じか。ね。うん。でいいですか？いいよいいよ。はい、わかりました。ほい。お、レベルアップ。よし、ってことで道具で、犬レンタル券を。悩んでるならきっと犬が慰めてくれるはず。喧嘩した時のために犬の悪口も考えてます。ダメだダメだ、考えちゃダメだよ。そんなん考えやったら喧嘩してないのになんかちょっと嫌な感じになるやん。ほい、じゃあお刺身、取れたてピチピチ新鮮なお刺身です。おろしたてのわさびと一緒にどうぞ。いただきます。ほいほい。あー、美味しそう。お、すごく美味しかったでしょうね。そりゃすごく美味しいだろう。お刺身だもの。せっかくだから遊びませんか？お、いいねいいね。遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか。3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問、ステーテン。何と何でしょう？ファミコンと、あと1個。何どれどこ。チラシ寿司。いや、イヤリングが隠れてたりして。答えは金のイヤリングとファミコンでした。おー、ファミコンの影しかないじゃないか。シルエットクイズ第2問。第2問ででん。これは何と何でしょう。何それ。あ、多分お刺身と、あとクリームシチュー。わからん。茶碗蒸しとお刺身でした。見えねえわ。見えねえわ。残念でしたね。同じぐらいの大きさのものとかそういうのじゃないとさ、すっぽり影に入っちゃうやつはダメだよ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。6時になりました。いいニュースをお伝えします。お願いします。本日、お、来た来た。吉原さんの誕生日。
アジラシのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ヨシハルくんおめでとう。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーリアヨシハル、ハッピーバースデーツーユー。あれやね、後ろの二人はソロはないんやね。おめでとうソロありがとう、おめでとう。特に仲がいいのが前の二人ってことかな。マジの耳に聞きました。昨日までのヨシハルさんとは別人のようです。お、生まれ変わったね、ニューヨシハルくん。今日だけは主役ですね。はい、今日だけは雪原がお伝えしました。ありがとう。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。